了解。おい、今声がしなかったか？なんだか怖くなってきたぞ。逃げ道はありません。避け、冥王剣戦へ。お、行こう。さあ、you
気をしっかり持て、よく見ろ。ああ手を下す。戦っているようだ。一体誰が。裁きの雷。創世の術、今こそ誕生の時。いってらっしゃい。行こう。生きていたら本当にあれはお前を傷つけることなどできない。この声はきっとショーだ。多分何かあったんだ。戦ってるみたいだな。俺たちが助けてやんねえと。でもどうやって探せばいいんだ。剣聖とさあ、キャタラおい、キャッホー。ふわっと逃げ道はあります。疑似妖怪、今こそ誕生の時。行こう。行ってらっしゃい。よっ、キャッホー。稲光、すなわち永遠なり。はっ、へっ、はっ、そこ。
光はもう片方の土台を指しているみたいだ。行ってみようぜ。下に何があるんだ？あの、ショーってあんちゃんが下にいいんじゃねえか？早く助けてやんねえと。待って、何かおかしいわ。これは、小さな裂け目のようだな。ま、生身の人間が入ってるわけねえよな。コーマ体制？ショウなのか？おいおい、びっくりさせんじゃねえよ。あれ、これって幻か？透き通ってて触れないぞ。コウマ体制、私たちの声は聞こえるか？おい、アンちゃん、しっかりしろ。反応がない。そんな、お前たち喋った。おお、オイラたち音を頼りにずっとお前のこと探してたんだぞ。本当にここにいたんだな。でもどういうことだ？なんでお前に触れないんだよ。まるで影みたいだぞ。影？しかし、なんつう偶然だ。アンちゃんが行方不明だって知ってすぐに戦ってる音が聞こえてきたんだ。運がいいね。怪我はねえか？偶然だと？待て、何か妙だ。この卑怯は異常だ。お前たち一刻も早くこの場から去れ。急いで合流した方がいいわね。コウマ大戦、一体何が起きたんだ？今どこにいる？私たちが迎えに行くから、そこで待っててくれ。いや、それよりもお前らの身の安全を優先しろ。この空間はどうやら、消えた。一体どこに行ったんだ？怪我してるみたいだし、早く助けに行かないと。この近くで探索できるところとなると、おそらくこの穴の先しかないだろう。まさか怪我人に警告されるとはな。俺たちは別に危険な目に遭っちゃいねえってのに。で、この穴の中に秘密が隠されてんだよな。心配すんねえ、あんちゃん。この俺様がすぐに助けてやる。おや、ぶん、一人で突っ走るのはやめてくれ。犬じゃないんだから。心配無用、俺様は無敵だから。ぐっ、あ、俺様の鉄が！どうやら穴はかなり深い。みんな気をつけてくれ。